はい、急にもう寒くなってきましたが、11月になるとこんなに寒くなるもんかななんてのを改めて身に染みているがっちゃんです。次回のゆる活は11月5日9時30分からいつも通りの場所です。今回のゲストは藤井森光さんにお願いしました。藤井森光さんって言うと、知ってる、みんな知ってるかな、覚えてるかな、市長選に2回出馬して落選しちゃったあの藤井さんです。はい。藤井さんね、実はものすごいね、面白い経歴の方で、まあぜひ市長にっていう声まだまだいっぱいあるんじゃないですかね。まあそんなお話も含めて、愛に満ち溢れ溢れまくってる藤井さんのお話を聞きたいと思ってます。で、今回はですね、まあ、今回もね、なんですが、カミカミだね。まあいいか。今回も大手通りから歩いていける距離にある巨大スーパーのフードコートで9時半から開催します。ここね、別に許可取ってやってるわけじゃないので、こっそり借りてます。そしてもう一つ裏ルールがあります。参加した皆様はそこのスーパーで何かみんなでね、つまめるような一品お持ちいただいて、それを囲みながら藤井さんとお話を聞きたいと思ってます。まあそんなわけで、一人一人、いろんなお話聞けると思うので、遊びに来てください。がっちゃんでした。